はいみなさん巻いてまいどー。大チャンネルさんコメント返し。昨日コメント返ししたけどコメント返しになってないよね。付け巻きの方がカールコントロールしやすいし、スタイルチェンジもしやすいですよね。逆に水巻きはコントロールできねえんだよな。ショートの短いね、おばちゃんパーマだったら、で染めててかかりやすい状態だったら水巻きでもなんとかなるかもしんないけど、 セミロングぐらいの若い方の毛髪それを数回転巻いて髪の毛が多い。やっぱりそういう場合はリスクが高いよね。水巻きは。リスクが高いというよりやっぱり水分量の失敗で毛先がかかなかったり乾いた状態で巻きはあまり影響ないけど。 これやっぱり巻く人によって水分量違ったりするとまあショートのおばちゃんだとペーパーが水分吸って乾き気味になるけど意外とねパーマ液だとアンモニアが蒸発して乾き気味になるけど水だと意外とね乾かないんだよね水巻きはやっぱり失敗する確率が高いよやっぱつけ巻きで巻く前に髪の毛と お薬をよくなじませてコーミングして、これから巻くと。巻く前に、全部の髪の毛に一液を塗布してなじませて、最初に巻いたところと最後に巻いたところの時間差最初に巻いたところかかっちゃうんじゃねえかって。意外とね、今のパーマ液は大丈夫なんだよ。不思議だよね。昔のパーマ液も、 結構平気だったんだよね、それね。で、最後に1駅かけるとなんかリセットされるじゃないけど、均一にかかる理由はね、わかんねえな。パーマ駅に聞いてくれだよ。こういう科学的な問題が分かっても、パーマが変わるわけじゃないんだよね。パーマが変わるとしたら、放置時間とかロット膜系とか、まあ、薬の選定そっちなんだよね。 美容師さんは、な、わけのわかんない科学のことを突っ込んで考えるよりも、ロットの太さと放置時間薬の選定そこを深く考えた方がよっぽどいいよ。デジタルパーマがかかる原理とか、縮毛矯正がまっすぐになる原理とか、クリープパーマがどったらこったら、そんなのはもうどうでもいいの。 理論より結果を持って論ずるってとこあるよね。まあ、美容師は、あまり科学のことを考えてケミカルオタクになっても、パーマがあまり良くなるとは思わねえんだよな。むしろ物理的な方が効果大きいんじゃないロット系と放置時間と。まあ、パーマ液の剪定は科学的なものになるかな。やっぱり物理的なロット系、これ一番大きい気がするんだよね。 まあ、パーマがうまくいかないとか、トラブルあると、まあ自分もそういう時代あったよね。科学のことをずっと考えてる時代がね、スピエラだの、GMT だの何だのかんだのっていうの、添加剤まあいろいろ手出したけどね。結局、最後は、普通の薬で巻いて外すだけになったよね。<laughs> そしたら仕上がりも落ち着いたと。まあ、パーマがうまくいかないで、あれこれ悩んでる人 本当にね、巻いて外すだけのシンプルな施術が一番だよ。嘘だって。そんなことはね。まあいろんなこと言うかもしれないけど、10年もやってると、そうなるよ。きっとうちと同じになると思うんだ。まあ若い方はね、いろんなパーマンを経験すると思うよ。こういうやり方、ああいうやり方。ほんで何をやってもうまくいかない。ほんときね。 変なおっさんが昔、巻いて外すだけが一番いいなんて言ってたなって思い出してね。それを真似した時確かに簡単でいいと。不具合も特にないと。多分そうなるよ。聞いたか聞かないかっていうのは大きいよね。このパーマのコツをね。動画の方はね、トップの太さは問題ねえんだよ。再度前回太めで巻いたの忘れちゃったんだよね。 <laughs> その代わりタイム早くしたんだけどね前回はサイド 8mm ぐらいで巻いたのかなトップ 6mm でほんで放置時間は5分で今回は上もサイドも 6mm6mm で3分30秒忘れちゃったね何やったか忘れちゃったんだよな頭脳みそとろけてきてんね最近ね まあみんなと一緒だ <laughs>。まあ、カルテに書いたことも忘れてんだよね <laughs>。もうダメだこりゃっておっさん <laughs>。はい、お疲れ様でした。